教師。すぐに癒しますから受け入れてください。痛いの痛いの飛んでけ。少しはお姉さんらしいところ見せないと。コトゥーはハムルーの蝶々さん、月の花に止まれ、こっちの水は甘いよ。大丈夫、ちょっとだけ本気出しますね。行くよ。コトゥーはハムルーの蝶々さん、あまり手加減できなくてごめんなさい。私に続いて、あっ、逃がさない。押し通す。はい、落ちろ。こんなとこかな。油断はしないのです。これをこうやってこうするです。すべて吹き飛ぶです。まだやるですか。こっちのものなのです。望むところだ。口を甘く見るのです。さらに続くのです。掃除完了なのです。まだまだこれからだ。いいんですよ。お、さてどう攻めるか。一の矢、こいつを食らえ。どうだ、決着の時。手を貸しましょう。はっはっ、これで、あの姉上の障害を排除します。そうは思わんか。長期さ、はい、気合い、はい、あっふ、しぶとい、とどめ。手加減は苦手。視力を尽くそうぞ。はっと、さあ、さあ、どうだ。これがそれがしの覚悟だ。出陣する。話にならぬ。受け取れ。さあ立て。まだ満足していないはずだ。いい感じや。よく来たな。油断はしないのです。まあ怪我を受け入れてください。ほら痛くなくなった。よろしいですか。我が弓からは逃れられんぞ。全力の一撃、容赦はしない。私に続いて、せいよ、とりゃ、まだまだ。さあこんなとこかな。姉上の障害を排除します。お、上がれ。やらせるぞ。耐えてみせろ。受け取れ。これくらいで勘弁して。ふざけるな。荒らせるぞ。耐え
てみせろ。受け取れ。たまに、血がたぎる。いちいち手間を取らせてくれる。ボシス、どこにおる？隠れてないで出てくるのじゃ。無駄かな。さっきのはただの幻。過去の光景と言葉を繰り返すだけの虚像だもの。分かっておるのじゃ。そやけど、自信たっぷりやった割にはうちには物足りひんかったい。アクルカをかぶせたとはいえ、所詮人形。力があっても意志がなければ敵ではない。しかし全くもって気に食わん。随分と上からの物言いではないか。もう勝ったつもりでこちらをからかっていたんですよ、きっと。頭は回るようだが、あのひねくれた性格はいただけんな。あれを一人で喋っていたと考えるととても滑稽なのです。はっは、全くじゃない。ですが、あの感じだとすでに鍵を使って目的を成し遂げたような。どうでしょう、足止めする必要があるということはそれなりに時間がかかるはずです。でもこれであの方は時間を稼ぎました。目的を遂げてしまったかもしれません。ここで考えていても拉致が開かぬ。前に進むほかないだろう。あっちへ進む。この扉なら私たちでも解除可能です。しばしお待ちください。もはや一刻の猶予もない。あの男の企てを阻止せねばならぬ。兄貴、どうか無事でいてくれ。外にしちゃ空が低いというか、妙に狭い雰囲気も感じ。そうなのです。空に下へ降りたのですから、外になど出るはずがないのです。うちお酒も飲んでへんのに酔ってるのかな。ここは性病の地下との話でしたが、正常はご存知だったのですか。いや世も知らぬ。性病に入れぬ場所があることすら教えてはもらえなんだ。おそらくはオンビタイカヤンの見業を駆使して作った箱庭なのでしょう。作った？元からあったのではなく、どうやって？どうやったかはわからん。あのお方のことだ。何があっても不思議ではない。確かに那国の大橋も1日でかけたという話ですし。まさか地下でまばゆい楽園を目にするとは、夢じゃないですよね。私も自分の目が信じられません。地下でこんなにもたくさんの木々を育てられるなんてすごいです。みんなが心を奪われるのも無理はないが、しかし今は先を急ぐぞ。オストル、待って。旦那。単独行動は禁物。お待ちください。私たちが先に行きます。
まだ死んでいなかったのか。あのグドゥアルダルを全て打ち倒すなんて。ならば今度は我らが相手をするまで絶対にここを通すわけには参りません。全ては我が主のために。そこをどけ。貴様らに用はない。ようやく追いついた。こいつらやる気十分といったところですか。まあそうなるやろね。望むところじゃ。お待ちください。あれはほのかさん。よかった。あなた方は皆帝の賓客。いずれかが傷ついてもさぞお心を痛められることでしょう。ほのか、何故そなたがここに。姫殿下、お懐かしゅうございます。これは一体どういうことなのじゃ。そもそも今までどこにおったのじゃ。ほのか、姫殿下にはお伝えするべきことがたくさんございます。しかしそれは私の口から語ることはできません。どういうことじゃ。何があったのか説明を。姫殿下と再会できる日を待ち続けたお方がこの奥におられます。何。まさかそのお方というのは。だから言っただろう。死してなお語ってみせたとな。お父上。お父上なのか。なんやの。おい、あれを見るじゃない。地図ね、空飛ぶ船といったところでしょうか。トト様の船より大きいな。うわー、でかいぞ。あのでかい柱はなんだ。あれも建物なのか。オンカミヤ向かいで見た遺跡に似ているが、どこか違うな。あの高さ、聖廟並みです。あんなにも高い建物がいくつも並んでいるなんて。これは一体何なのじゃ。これは遠い過去、まだ人間の文明が地上にあった頃の映像だ。今のものからすれば世界のそこかしこにこのような光景が存在したことは。ひょっとしてオンビ大火炎の記憶なの。わかるのかクオン。うん、子供の頃お母様から聞いた昔話によく似てる。私もお話を聞いたことがありますが、まさかこんなにもすごいなんて。あれは